こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は成果報告と、それからホリデーシーズンのね、商品の納品について質問いただいたんで、それについての回答です。まず、この会員さんね、売上1万2366ドル15セントというね、30日間の売上になってます。そして、そろそろブラックフライデーやクリスマス分の納品を始めた方が良いでしょうかと。いうことなんですけど、はい、そろそろ始めましょう。まあ、何しろ今、納品時間がかかってますしね、今、納品を始めて、売れ行きがアップしている商品があれば、まあ、その関連商品まで入れたい。そして、売れ行きがアップしている商品は、厚めに在庫を入れておきたいというのがあるんでね、もうそろそろ納品始めてください。納品管理はこちらの発送から3週間強かかってますと。売れ残りがちょっと怖いので、ブラックフライデー分を昨年売れたものだけ普段の倍ぐらい在庫を確保しようと思いますということなんですけどね。まあ、利益が多いものは普段の3倍入れときましょう。迷ったら商品ごとにご相談ください。ライバル、仕入れ原価、過去の販売実績を見てアドバイスしますというね、回答をしました。まあ、去年売れた商品をね、普段の2倍ぐらいということでね、相談来てるんで、いきなり10倍入れましょうという返事はしませんでしたけど、まあ、今、オーストラリアアマゾン、ね、購入者が激増してます。プラスホリデーシーズンで、まあ、売れるものは去年の実績の10倍ぐらい売れる可能性があります。売れる商品の在庫をたっぷり増やしておいて、ライバルが在庫切れを起こすと、一気に有料出品者になる可能性が高いです。まあ、つまり今までいたライバルがね、ホリデーシーズン突入して、在庫あんまり積み増ししてなかったんで在庫切れちゃったと。で、ホリデーシーズン突入、まあ、12月には入っちゃえばね、まあ、そこから売り切れたのを見て発送してもね、まあ、12月中にこれ商品はまず販売開始にならない、届かない、状況です、今の輸送状況だと。まあ、そうなると、在庫切れを起こしてない出品者の商品がどんどん売れると。例えばね、今までは、ライバルの方が強かった。ただ、在庫切れを起こしたという時にね、商品を十分入れてれば、商品を持ってる。まあ、あなたが強い出品者になれると。ね、イーストリーゲームの椅子空いてる状態に座れるということになるんでね。売れ筋商品、利益がたっぷり取れる商品の在庫切れを起こさないようにしましょう。まあもうね、ホリデーシーズンってこんなに売れるならね、もっと入れとけよかったっていうのは、本当アメリカのサポートしてる時期から、毎年毎年ね、初めてのホリデーシーズンを経験した出品者さんみんな言ってることなんでね。まあ、仕入れ原価が安いとか、仕入れ原価と送料足しても安いとか、利益率が多い、ね。あるいはね、ライバルはいるものの、売れる数が多いという商品はもう品切れ起こさないでね、どっさり、ね、入れてしまった方がいいです。去年の実績だと、一昨年のね、3倍入れましょうって言って結局割と品切れ起こした出品者さんもいましたし、まあ今のね、Amazon の FBA の倉庫の充実っぷり、拡張っぷりね。それから、まあ、外出できなくて買い物はもうほぼほぼオーストラリアの人ネットになってるって状況を考えると、まあ、今年のホリデーシーズンはね、まあ、相当いい売り上げが上がるんじゃないかなという予想をしてますんで、もうどっちかって言ったら売れ残りリスクよりもね、在庫切れリスクを恐れて、ガンガン入れた方がいいです。それがおすすめです。まあ、ただそうは言ってもね、原価が高いもの、あるいはね、ライバルが強いものをね、ドバッと入れて売れ残ったら、これは目も当てらんないんで、まあ迷ったら、あるいはね、普段の3倍以上、これ入れようかなと思った場合にはね、ご相談ください。お待ちしてます。こんな形で、売上ね、1万ドル突破の会員さんの、ホリデーシーズンの、在庫、どうしましょうという回答でした。また、ご質問、ご確認、ご意見、お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。